岩井先生、今日はどうもこんにちは。よろしくお願いします。はい、今度は政治と金の評価をですね、はい、今回岩井先生に協力していただいたんですが、はい、なんと政治と金っていうのはこの前の鳩山政権退陣の大きな引き金になって大きなものなんですが、はい、この評価がですね、自民党と民主党のマニフェスト評価をしたときにかなり低くてですね、どっちもまあ10点台っていうか、はい、ですよね。まあ、自民党はもっと低いんですが、はいはい、ここまで低くなった原因というのは何なんでしょうか。一つはやはりですね、今回の、鳩山さんの、辞任といったようなもの、その、大元を探っていくとやっぱり政治と金の問題というのに行き着くと。でまた小沢さんの、政治と金の問題もあったと、うん、そういった面ではですね、非常にその、政治を揺るがすような大きな課題になった割にはですね、民主党のマニフェストもそれから自民党のマニフェストもそれをきちっと解決をしていくという方策が明らかにされていないと、いうところでですね、評価が低くなったと言わざるを得ないと思いますね。あ、そうですか。つまりその政治と金に対してこう提起しているアジェンダに対する答えを出してないということということですね。そうですね、明らかに、一言で言えばそうなりますね、はい、じゃあどういうふうにしたら答えになったんでしょう。ですね、94年の政治改革というのを、精神に戻るということを考えるとですね、やはり政党本位の政治にすると、これはその政策の面もそうですけれども、政治とお金の面についてもその政党本位にするというふうに言ったはずなんですよね。ところがですね、小沢さんの問題にしても鳩山さんの問題にしても政治家個人が、多額のお金を集めたり使ったりしていると、この状況というのは政党本位とはとても言えないわけですよね。そうすると、じゃあ政党本位にきちっとお金の流れをしていくにはどうするのかといったような明確な答えというものをきちっと明らかにしていくという必要があるのではないかなという感じがするんですね。でこの点がですね、両党のマニフェストともにですね、方策が明らかにされていないと、この点がですね、非常に評価が低くなるということですし、その方策としてはですね、やはりその、原則政治家個人がお金を触らないというようなことをきちんと何らかの形で明らかにするという必要は私はあったのではないかなと思うんですね、ということは それは政党が中心だということですかね。そうですね。ですから、その政党本位の政治であれば、政治に対する活動、政治活動費というようなものは、やはり全額本来的に言えば政党が面倒を見るものであって、政治家個人が負担をしたり、あるいはその配分をしたりといったこと自体がですね、その必要がないんだと、そういう観点に基本のところを立っていかなければいけないのではないかなと。でこれを前の、どういうふうなプロセスで、実現をしていくかというようなことをですね、体系的に示すという必要が私はあったのではないかと思うんですね、民主党のマニフェストなんですが、やはりその企業団体献金の、廃止ということをまずやりましょうという菅さんおっしゃってますよね、はい、でもそこにそれは答えがないということですね。そうですね、民主党のマニフェストを見るとですね、とことんクリーンな政治というふうに言って、確かにその問題意識というのはあると、これはまあ示しているということは言えるんだろうと思います、じゃあその回答の最初に出てくるのは企業団体献金の禁止だというふうだと、ところがですね、鳩山さんの問題にしても小沢さんの問題にしても基本は基本の政治の企業団体献金の禁止の問題ではないんですよね。だからそのこれに対するいわば回答にはなっていないと言わざるを得ない。で企業団体献金を禁止すれば、確かに、その蛇口論といいましてですね、蛇口を絞れば、もう問題は良くなるんだという話が前からあるんですけども、じゃあ現実に見たときにですね、企業団体献金を禁止さえすれば万事は解決といったようなことは、これはもう私からすると捉え事に過ぎない、そういった面で言えばその民主党の政治と金の問題のマニフェストの最初の段階というのは、これはその回答になってませんよと言わざるを得ないですよね。なんでそういう回答にならないことをね、初めにこう出すんでしょうかね。確かにですね、企業団体献金悪論というのがこれは昔からあるわけですよね、はい、そしてその企業団体献金を禁止しろという声が強いことも間違いがないと、しかしながらですね、じゃあそれで全てが解決するのかというとそんなことはないと、非常に政治と金の問題というのは複雑なんで、なかなかこれ有権者からは理解できないところ、理解されないところというのは確かにあるのかもしれませんけども、でそういった面ではですね、企業団体献金禁止というのは受けはいいわけですよね。しかしじゃあ私がもしこれ企業団体献金禁止というものを実現をしたとすると、じゃあそのいわゆる経団連が行ってきているような企業団体献金は禁止するけれども、じゃあその労働組合が行っているような献金であるとか、
あるいは業界団体が行っているような献金というのが、じゃあこのやり方で防ぐことができるのかというと、残念ながら現行の法律では無理なんですね、うん、となるとですね、国民の方々からすると、企業団体献金を禁止したのに組合献金や業界献金残るというのはおかしいではない、うん、私は最終的にですね、政治資金規正法のシステム全体に対するですね、不信感が増すことになりはしないかなということを危惧するんですよね。なるほどね。あと民主党のマニフェストではその他何個かつけてますけど、はい、これはあまり今有権者は見なくていい。そうですね、政党改革の話というのは、その制度改革というのは非常に、そもそも政治資金規正法というのがですね、非常に分かりにくい法律なもんですから、非常に理解されにくいだろうという感じはします。でやはりこれは自民党民主党も両方言っているところ、これは両方 の政治資金収支報告書透明性を高めましょうと、これはですね当然ですけども、両党とも言ってるもんですから、ここのところは違いがないというふうな形になるんですね。ですからあとはその他のところを見ていくと、いろんな指摘がされたところは載っているんだけれども、私からすると根本的な問題ではないというところだなという感じですね、はい、じゃあ自民党のマニフェストはですね、これも点数が全然低いんですが、これはなんで低いんでしょうか。自民党のマニフェストはですね、まさに透明性の確保という点については、これは言っているんですが、実質的に私からすると何も言っていないと。要するにその献金やお金の問題をどうするんだというところの具体策に全く欠けていると。これはやっぱりですね、自民党からすると、ここのところでいろいろやるとやぶへびになりはしないかという恐れというのがどうもこういうところにですね出ている。せっかくですね民主党が政治と金の問題を起こしたんですから、ここに対して切り込んでいくような問題提起というのがあってしかるべきではなかったかなという感じがしますよね。そうですよね、もったいないですよね、ここで不先輩みたいになっちゃいますよね。そうなんですね、やっぱりここのところはですね、自民党も後ろを振り返るとこういう問題たくさん抱えていたと、いうようなところ、常に傷を持っているということの痛みみたいなことがどうもここに出ちゃってるのかなという感じでして、もったいない感じがしますよね。はい、じゃあ次に要するに有権者はですね、この政治の金の問題というのはやっぱり選挙戦でもかなりこれからまだまだ政治は説明すると思うんですが、どういうところに気をつければいいのか、どういうところに判断してこのどっちの政党を選ぶかとか、どこの政党を選ぶかというところの基準はどういうふうに考えればよろしいんでしょうか。基準はですね、やはり一つはですね、政治と金の問題というのは透明性の確保というのが一番大事だ。これは自民党民主党も確かに言っているんですが、これをやはり強く言わなければならないことだろうと思いますね。で、企業団体献金の禁止かどうかというのは、これはやらないよりはやった方がマシなのかもしれないけれども、本質ではないということを気がついていただきたい。からもう一点はですね、政治と金の問題というのが単なるその政治資金規正法の改正といったような問題ではなくて、もっと大きな枠で、捉え直すというようなですね、体系的にもう一回根本的に見直そうじゃないかといったような主張というのを、されるかどうか、これは非常に大事なことだと私は思っていますね。その根本的かどうかということを見分けるキーワードは何なんでしょうか。政党ということでしょうか。一つはやはりですね、政党本位というものをきちっと意識して、考えていくかどうかという問題、もう一つはですね、政治資金規正法のみならず、例えばその国会におけるですね、立法事務費であるとか、歳費の問題まで含めて、いわばその民主主義のコストというような全体的な捉え方というのをしているかどうかということではないかと思いますね。なるほど。よく政党助成金の問題とか、いろいろそういうのってのは今回政党触れてませんよね。そうです。よく議論してましたよね、はい、そういう問題は。政党助成金はですね、今どの政党もですね、やはり政党財政の名脈を握っていると言っていいような状態になっている。ですからやっぱりこの問題あまり触れたくはないというところなんだろうと、というのはやはり触れるとなると減額というような話になってきますから、どうしても触れたくはないところなんだろうと。ただやはりですね、一人頭250円というのを我々自身が負担をしているわけですよね。となるとそれにふさわしいですね、対応をきちっと政党がするのかどうかというようなところはですね、その政党助成金を受け取っている政党はきちっと国民に明らかにしていく、その決意のほどというのを明らかにしていくという必要があると思いますね。はい、わかりました。どうも今日はありがとうございました。私たちのこの評価は日本大学法学部岩井先生にやっていただきました。今日はありがとうございました。